ジョゼとトラと魚たち、などで、知られ、AKB48 関連の映像コンテンツも手掛けてきた。映画監督、犬堂、一心と、AKB48 次世代、メンバーによる2感覚ドラマ、セーラーゾンビ、にて、AKB48 の、渡辺真由、横山由依、岩田可憐が、ドラマ限定のアイドルユニット、ミルクプラネット、として、出演が決定した。セーラーゾンビ、ハヨンガスクールとして、放送される青春ポップホラー。ゾンビがはびこる終末世界で、生き残ったセーラー服の女子高生たちが、ゾンビと戦いながら恋あり友情ありの、学園生活を繰り広げる物語だ。ミルクプラネット、は、アイドルを目指す主人公、舞子、大和田奈々、が、憧れるユニットで、ピンチ時にはアドバイザーとして、舞子の空想の中に現れたり、ドラマ冒頭で見せ場を語る、ストーリーテラー的な役割も。ジョゼとトラと魚たち、などで、知られ、AKB48 関連の、映像コンテンツも手掛けてきた。映画監督、犬堂、一心と、AKB48 次世代、メンバーによる2感覚。